はい、こちら、サッカーが世界一大好き、エロでーす。いやー、コスタリカ戦ね、本当に、本当に、まあ、残念な結果になってしまいましたね。まあ、ケンスケホンダがね、言う通り、我々、日本人がね、勝手に勝つことを期待して、 勝手に、まあ、がっかりね、しているのかもしれませんしね。まあ、テレ朝の解説、松木さんが、ね、言う通り、ドイツに負けて、コスタリカに勝ったと思えばいいのかもしれません。まあ、そんな中ですね、とあるね、まあ、有名 YouTuber さんから教えてもらったのですが、ちょっとね、ネットを騒がせている、まあ、話題の書き込みがあるんですよね、まあ。それがね、サッカー日本代表、キャプテン吉田真也がね、 わざと負けたドイツに敗退されると困るというね、衝撃的な内容のツイートをしているやつなんですけれど、これね、まあ僕もね、びっくり行天でもう驚きまくったし、ちびったんですけど実際ね、実はね、なりすまし、なりすましなんですよね。だからね、決して吉田麻也さん本人が言ったわけでもないし、 冗談でもね、まあ、こういうね、なりすましのツイートとかはね、もうね、まあ、してほしくないなってね、思いましたね。まあ、結構ね、炎上してましたからね、まあ、良くないですね、これはね。また僕はね、サポーターとしてね、12月2日金曜日のですね、午前4時からのね、スペイン戦をね、全力で応援するのでね、サッカー日本代表の皆さんにも 頑張って勝ってほしいなって思いましたね。で、かった。